秋山純を迎え入れます。お客さん全員による手拍子でやります。後楽園ホール96新春ジャイアントシリーズの開幕戦を迎えております。秋山純颯爽とリングインであります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。ウアコーナー290本のザ・ラクロス戦闘兵器ラクロスであります。ウアコーナー255本の秋山純現アジアタッグチャンピオン秋山純です。30分の一本勝負で争われます。新春ジャイアントシリーズの開幕戦です。さあこちら秋山純です。さあ早くも睨み合っております両雄です。30分の一本勝負今ゴングです。いきなりのドロップキックです。さあラクロスが攻めていく。さあ抱え上げました怪力だ。さあどうする。前に落とします。カウントは2だ。95年チャンピオンカーニバル全日マット初登場であります。これが3度目の来日。トップロープを利用するしたい放題だザ・ラクロス。さあそしてラクロスがどうする。序盤戦からブイ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 飛ばしていきます。トップロープからさあどんな空中殺法。いわゆるパトリオットミサイルのような形でぶつかっていきましたラクロスであります。さあ放送席ジャイアント馬場さん、このラクロスはまた随分と序盤戦から飛ばしてきますね。そうですね、来日した当時はね、はい、この人まだ何も分かってないんじゃないかなと思ってたんですがね、でもまだ脆いところあるんですよね。そんなにね、うまくな急にうまくはならないと思いますよね、この体ですから。ですから強いことは強いですよね、その脆さがなくなれば、いい選手になると思いますけど、さあ秋山のノーザンライトフラットあたりからエクスプロイダーだ。おや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 、カウント3カウント3カウント3電光石火の大逆転。これは何と申し上げればいいのだ。これはラクロスの話を馬場さんにたっぷり聞こうと思っていたんですが、ノーザンライトスープレックス、そしてエクスプロイダーだと言わずか1分と41秒。やっぱ馬場様これどうご覧になりますこの一戦。そうですね、やっぱりやられることにおいて随分脆いですしね。ですからね、このやること、今のアメリカのその選手はみんなそのやることは非常に強いんですよね、やることをやる、でも自分を防ぐということを本当に勉強してないですね。いやこちら不意をつかれたといった表情のラクロスでありますが、それよりも見ている我々が不意をつかれてしまいました。わずかに1分と41秒ラクロス敗退であります。あの序盤戦の勢いもわずか1分足らずのものでありました。